お花喜ぶ、ちくわこぶ。はい。ということで、横山家の横山です。今回は7月のクリスマスローズの管理ということで、お話をしたいと思います。梅雨入りしたという宣言があってからまた晴れたりし、ものすごい温度が上がったりなんて言って、またね、今年も普通じゃないような梅雨であり、暑い夏が来るような予感です。天気予報だとかね、地域によっても違うと思います。天気と気候と湿度と雨の量といろいろね、にらめっこしながらクリスマスローズの管理を進めてっていただければと思うんですが、今回はね、特に梅雨明けからの管理ということでお話をしたいと思います。横山家でもね、梅雨入りしたと同時に少しこう鉢を広げて、風通しをよく、棚の上に持ち上げてなんていう風に前回は言ったと思うんですが、梅雨明けと同時にやっぱりものすごい暑さが来ます。今度はやっぱり何しろ暑さ対策、あと水やりのこと、二つ二本柱でお話をしたいと思います。で、梅雨明けと同時にですね、暑い、もう夏がやってくるということで、横山園芸では、ややね、鉢広げしてたやつをキュッとこう、寄せる。こう、鉢広げをこうしてたやつをちょっとこう寄せてあげる。というのは、もうまず直接鉢に光が当たらないようにする。とにかくね、根っこの温度を上げないようにするというのが一番のポイントです。地面に植えている人なんかは、まあ寄せることはできないので、マルチングだとかして、地温がなるべく上がらないようにするというのが一つです。なのでね、こう、少し気持ち寄せてあげるっていう風にしてあげる。で、その次、ね、遮光ネット。横山園芸、まだね、7月上旬、梅雨中なので、1枚しか貼ってませんが、この後梅雨明けと同時にもう2枚目の遮光ネットを貼る。かなり暗い状態になります。これからの時期はね、クリスマスローズ、かなり暗い場所に置いても成長に左右することはないので、遮光ネットをしっかりして暗い場所に置いて、管理をしてください。でね、梅雨時期はね、こう地面から離して乾きやすいようにしてくださいねとか、言ってたんですけど、梅雨明けと同時にものすごい暑さが来ます。熱風も来ます。ということで、こういうふうに棚の上に置いてあるものも、もしかしたらこう、下に直接こういうふうに置いちゃう。ちょっとわかりづらいんですけど、地面にね。で、地温っていうのはすごい、涼しい、冷たいので、少し鉢の下が少し涼しいということで、鉢の温度も少し下げられるっていう利点があります。中にはね、人によっては下から菌が上がってきちゃうんじゃないかとか、下に根っこが張っちゃうんじゃないかっていう人もいるんですけど、それはね、秋になったら、ちゃんと持ち上げてあげて、管理をすれば、そこまでクリスマスローズが土壌中の菌でやられたとかっていうことを聞いたことはないです。だから僕なんかもね、そのチベタヌスだとか、原種の本当に際どいやつなんかは涼しい場所にね、より涼しい場所に置いて、管理をしてあげるということを心がけています。はい。とにかくね、暑さ対策です。もう、とにかく、もう、人間でもそうですけどね、少しでもこう、涼しい環境をと整えてあげるっていうのが大事かなと思います。で、その次、水やりのことに関してです。梅雨時期はね、やっぱり湿気が多いので、とにかく株を腐らせちゃいけないので、乾かし気味に管理してね、ということを言いました。表面のね、鉢が、表面の土がこう乾くぐらい。ね、こんぐらい。ね。例えば今日、梅雨時期だったら、この状態で、朝、会社に行く、朝の水やりを見送るってことも可能だったんですけど、真夏、暑い時期になってくると、この状態で出かけてしまうと、もうものすごい暑さで、人間も汗かくように、こう、クリスマスローズも暑さに負けないように蒸散をします。より乾きやすくなったりもします。成長はしてないんですけど、あんまり、呼吸というものをしているので、土が乾きやすくなるというのがあります。なので、これぐらい、表面、朝起きて、表面がちょっと乾いてるなっていう状態だったら、軽く水をやって、出かけるのがいいかと思います。とにかく乾きすぎに逆に注意ということが必要です。もちろんね、湿らせすぎちゃって、腐らせちゃったら元も子もないんですけど、朝ね、水やってもう9時ぐらいになるとめちゃくちゃ暑くって、もうお湯になっちゃう可能性もなきにしもあらずです。それだけは避けたいので、ものすごい朝に早く起きてたっぷり水をやるか、9時ぐらいであれば、もう、さっとやる、ぐらい。で、
夕方温度が下がってきたらしっかり水をやるっていうことをしていただければ根腐れの原因が減るかなという感じがします。でね、やっぱりもうどうしてもこういうふうに葉っぱが厚さで傷んでしまったりだとか調子を崩したりする株があります。調子を崩せば崩すほど葉っぱの面積が少なくなればなるほどやっぱりこう土も乾きにくくなったりもします。なのでそういう株は、特別また避けておいて、端っこの方に置いておいて、この子は水少なめにやるんだよ、こっちの生き生きしてる子は水いっぱいやるんだよっていうふうに、分けてあげるのも一つの手だと思います。でね、こういうの心配でね、すぐ切っちゃう人が多いんですけど、とにかく7月は放っておく、何もしない、もしくはもうほんと枯れたとこだけ少しちぎってあげる、こうやって少しちぎってあげるっていう風に心がけてください。あまりにもね、綺麗好きな人、全部切っちゃう人多いんですけど、切ってしまうと刺激によって、動き出してしまったりする場合があります。なので、この時期はね、ずっと我慢です。もう人間もね、暑さに対しての我慢、クリスマスローズも暑さに対しての我慢、気を使いすぎないようにするっていうのも我慢の一つだと思います。そんなところで、とにかく暑さ対策、今を乗り切って、なんとか8月も乗り切って、無事ね、秋を迎えたいと思います。そのところで、汗だらだらな状態で頑張って喋りましたが、皆さんも体調に気をつけて、クリスマスローズの管理、植物の管理ね、楽しんでいただければなというふうに思います。7月のクリスマスローズの管理ということでお話をさせていただきました。参考になった方、いいねボタンと、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。ということで、頑張りましょう。